ロバート・クライブ初代、クライブ男爵、ロバート・クライブは、英領インドの基礎を築いた、イギリスの軍人、政治家、貴族。1725年、イングランド・シュロップシャーの名門の家に生まれる。幼くして、冒険を好み、学業成績は悪く、学校を転々とした。1743年18歳でイギリス東。 インド会社の最下級の初期として入社し、翌年マドラスに赴いた。この年、たまたまマドラスが、フランス軍に占領され、捕虜となるが、脱出に、成功、1747年英軍将校に任命される。軍人として、インドの派遣を目指すフランス東インド会社と戦い、1751年には、マドラス西方の仏軍要塞あることを占領した。 1753年帰国すると英雄として迎えられた。1756年セントデイビッド要塞知事として再びインドに赴くが、この年フランスと同盟したベンガル大衆がカルカッタを奪取したため、1757年クライブは600人のイギリス兵、800人のセポイ、500人の水兵を率いて3万4000のベンガル大衆軍を プラッシーの戦いで破った。この勝利によって、ベンガルにおける、イギリスの覇権が確立する。1760年再び帰国して、会議,議員の席を買い、1764年には、ナイトに除釈された。1765年には、ベンガル知事として、再び、インドに赴き、ムガル帝国皇帝から、イギリスのベンガル支配を公認する直所を受ける。 これによって、英領インドの基礎は完成した。1767年帰国すると、インドで私服を肥やしたとして、議会で弾劾を受け、1773年ようやく、無罪の決定を受けるが、相当な屈辱を受けた。健康が悪化した上、アヘン中毒にかかり、1774年に、ロンドンの自宅で自殺した。クライブは、 アドアイチャという名のアルダブラゾウガメを飼っており、主人の帰国後およそ130年ほど、インド東部コルカタの動物園で飼育されていた。1875年に、コルカタのアリポーは動物園に移され、2006年3月23日に、肝不全のため死亡した。推定年齢は、科学的な根拠はないが、過去の飼育記録などから250歳以上と、推定され、 世界最高齢だったとされている。ありがとうございます。